必須。前半は本当笑ってばっかりやったんだけど、後半もうふわってきた。思うことはいろいろあるけども、ね、いや島田くんがさ、島田くんがあんたよくやったよ。お葬式のシーンで、いやまさか大阪からわざわざ来るとは思わないじゃん。だからもうお葬式のシーンで島田くんが出てきた瞬間ギャッってなったね。だって大阪からさ、わざわざお参りに来てくれるんだって思って島田くんって思って泣きました島田くん、あったー、いいやつ。藤原くんじゃない、島田くんの手元にちっちゃいお盆があるんだけど、そこに瓶ビールとちょっとだけ入ったビールのグラスがあって、でそれをグッて飲み干すんですよ。もう心の中でもうギャッってなった。あれ本当のビールをガッて飲んだのか、ウーロン茶めちゃめちゃ振ってビールっぽくしたやつなのか、クレヨンしんちゃんとかのさ、子供の飲み物的なやつでビール風にしたのか、もうあれは本当のビールなんですかね。いや違うかな。ちょっと気になりますね。教えてください。最初島田くんとニノ、なんか東京から来た人と大阪で働いてる人みたいな感じだったけど、ニノが大阪行ってからはなんか同じホテルを作る仲間みたいな感じがちょっと伺えた気がしてね。ジョー君もそういうとこ意識してやったのかななんて思いながら見ておりました。舞台挨拶付きだったから、映画始まる前に舞台挨拶だったんだけど、もうジョー君超可愛かった。もう中継のカメラとかに向かって両手振るのがめっちゃ可愛くて、もうこっちも札幌の映画館で密かに手振っちゃったよね。めっちゃ可愛かった。やっぱりなんていうの、なにわ男子の中にいるジョー君とは違う空気感というか、先輩俳優さんたちがいっぱいいる中にいるジョー君の佇まいってこういう感じなんだなとか思ってちょっとニヤニヤしました。隣にハマケンさんがいたから、ハマケンさんが喋るとジョー君も映るんですけど、なんかずっとニコニコしてて年下感というか、実際あの中だったら年下だよね。あの中だったらマンネだった気がする、あの舞台挨拶場の壇上だったら。だからなんかマンネ感が出ててめっちゃ良かった、可愛かったです。見に行ってよかった。なんか場内持ってったけどチキって全然出せなくて写真も撮れなかったから今出しとこう。あ、そう、あとそれ思い出した、歓迎会のシーンみたいのがあって、なんていうの、めちゃめちゃ嫌な先輩っぽく接してて、うわやだなと思った。俺のグラス空いてるしみたいな、みんなのグラス空いてんでみたいな、そういうとこやぞみたいなこと言ってて、うわやだ先輩やーって思って見てました。ジョータンさんは一旦見に行って、そして共感したいからコメントくださいじゃあ帰ります。帰り切っちゃおうと思ったけど当たり前に店やってよくないよ。あ、1個、え、こんな感じでいいんじゃない、え、安いよね普通その倍近く。え、これって全国のスーパーに並ぶものなの？いやー向こうの方なんだ。どうなんだろう、ならあるかもしれない。いや、これぐらい。それに3% にしよう。 3% にしよう。それ1リットルだから30g。 もちろんこれ開いて入れるの？中で、中でやるの。あ、ちょっと待って、バカじゃない？
やるの？うん、そのがいいかも。だるくない？ちょっと一緒にやんない？ねえ、もう触るでしょ。あ、もう触れる？触れる。あ、嘘かもしれない。ちょっと待って、これ何？ほぐしていけばいいの？ちょっと待って、やっぱり。あ、手袋入ったでしょ。マジ、手袋履こうかな。くさ。生理の匂いする。生理の匂いする。500のお湯と、うん、え、これは手早くやった方がいいの？うん、1つ。シーク菓子みたい、うん、こういう船あるよね。いいこと？あって、一番でかいのは取ったけど、え、まだついてる？いや、ついてない。え、待って、結構重くない？え、もうないよ。なんかイクラシの方が重いわね。当てるの？当てるの？え、水にあれするとしょうがない。もう一回ちょっと浮いてくるしようか。うん、大変ですね。本当にしようよ。うん、これ色がない。色がない。じゃあ、どれかな。で、混ぜるの？あ、色戻ったね。すごい。戻ったでしょ。多分大丈夫。すげえ。今水切れ。あ、水そのまま入れとくの？適当だけど。このぐらいの量だったかな。おみりんは25。みりん15。ね、煮切るって普通に火つければいいの？結構熱かった。ちょっと前でつけないと。え、ちょっとそういうの無理なんだけど。みりん15。15。え、それそれそれ。めっちゃいい匂いする。いいよ。入れた。え、これもう一回火にかけた方がいいの？ね、これでいいの？うん、いや、冷ました方がいい。今すぐ入れるなら冷ました方がいいけど。もうなんかしょっぱい気するけど、これもいい。いくらに入れるならこういうもん？なんか甘み足りない感じしない？ね。みりん入れる？砂糖入れる？もうちょっと。え、どんぐらい？こんぐらい？うん。多い？こんなの？え、全然もっと甘くていいと思うんだけど。みじみすって。どうせ煮切るからいいんでしょ、別に。あ、多い。え、多い？え？あ、いいかも。マジ？いくらってさ、一晩で浸かるもん。浸かる。じゃあ、明日の朝食べれる？うん。最高じゃん。沸騰したよ。ね、全部入れるでしょ。うん。あ、全部入った。これそんなしょっぱくないからね。いい感じにできる。うん、ちょっと薄味かも。これで一晩？こんなもんかな。かけすぎか、こんなもんか。かけすぎかな。じゃあこんなもんにしよう。
高すぎる。最高すぎない？最高すぎない？めっちゃちょうどいいじゃん、うん、え、おいしい。今年初いくらだ。うまっ。うん、うん、え、こんぐらいがいい。マジで知りそうのいくら、これ、うん、あのシスティアのいくらじゃない、うん、